みずほ銀行は8日、同日午前9時20分ごろ、ハードの不具合により一部の現金自動預か払い機、ATM、とインターネットサービスみずほダイレクトが一時的に利用できない状態になったと発表した。現在は復旧している。広報によると、一時利用不可となった ATM は最大100台で、そのうち27台で現金の取り込みが発生した。すでに対応は完了しているという。みずほ銀をめぐっては、2月、3月に4件のシステム障害が発生。外部の指揮者、専門家で構成される第三者委員会を設置し再発防止に取り組んでいた中、8月にも2件の障害が、